はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。えー、またまた値上げのニュースでございます。はい。値上げのニュースでございます。こんなんばっかりですよね。はい。えー、何が値上がりするかというと、U パックの梱包資材が10種類。値上がりするそうです。はい。まあ、いろんなね、こう、ヤフオクとか、あまあね、えー、オークションやらね、 あと、まあ、いろいろね、メルカリとかね、まあ、あ、いわゆるフリマアプリですね。そういったもので稼いでる方も、今後ちょっと大変になってきますね。いろんな資材が値上がりします。まあ、郵便料金のね、今回は値上げじゃないんですけど、えー、これね、実は、あー 250円から、二百五十円ぐらいまで値上がりするそうで、一番上がるのがスキー用の、なんか U パックのね、えー、まあ、梱包資材ですね。スキー板用の。えー、これなんかが250円から500円になりますよと。まあ、すごい値段かかりますよね。はい。えー、まあ、段ボールも、梱包用のね、段ボールもいろいろと値上がりするということで。 えー、この前ね、郵便料金の値上がりあったばっかりなんですけど、おまあ、郵便料金の値上がりプラス、この梱包資材の値上がりでね、えー、まあ、こういったあ、なんていうのかな、あもので稼いでる方もいろいろと大変になってきますよということですね。あと、なんかあ、佐川さんとか、ヤマトさんでも、もう上がってるみたいですね。はい、もうすでに上がっちゃってるみたいですね。 はい。えー、まあ、いろいろね、もうほんと値上げ値上げで、毎回ね、えー、嫌な思いしてますけど、えー、今後ますますこの値上げの嵐は、はい、吹きすさぶということですね。吹きすさぶ値上げの嵐ということで。あーって感じですよね、本当ほ、はい。まあ、あまあね、なんて言ったらいいんだろうって感じです、もう。 はい。えー、まあ、値上げ、値上げ、ね、いろんなものが値上がりする中で、我々の給料っていうのは上がりませんから、あーまあ、大変なね、えー、スタグフレーションになっているということでございます、今ね。えー、そんな中で、どんどんね、生活が苦しくなってきてしまってね、もう、あの、藩の在在にね、手を出すご老人が後を絶たないというね、えー、そういった、まあ、 状況なんですけどね。まあ、ご老人だけじゃないですね。若い人も、まあ、お金が、所持金がなくてね、えー、なんか、盗みに入ったとか、そういうのがもう今、この日本で多発しております。はい。まあ、うちの地域は大丈夫だからって言ってる方、はい、あのー、これ、あのー、いろんなところにもうそろそろ波及してきますんで、えー、そんなね、えー、余裕をね、 かましてられるのも、あとわずかかもしれませんね。えまあ、そんなことをね、えー、言いながらあ、まあ、例のね、えー、封鎖が始まっちゃったら、はい、ホルムズ海峡とかね、いろんな海峡の封鎖が始まってしまったら、もうね、えー、ものはなくなりますけどね。はい。まあ、そういうことでございます。えー、まあ、本当に、えー、きつい値上がりになってきてますよ。はい。 えこれで海峡があさらに封鎖されたら、値上げの嵐になり、またまたね、えー、今度は物も手に入らなくなるという事態が、あ起こるでしょうね。はい。まあ、そうなる前にね、あの、全部、これはって思うものは、自分のところで使うっていうものは、あまあ、いろいろと準備しておいた方がいいですよ。まあ、 小さいところではね、歯磨きとか歯ブラシとかね、えそういうものから、まあね、え大きなところはねえ、まあ、いわゆるポータブル電源とかね、そういうものまでね、一応使うなって思うものは、あい買っといた方がいいですね。はい。あとですね、えー、まあ、あウェットティッシュなんかもとりあえずあの準備しとくといいですよ。はい。 えー、断水ってこともありますんでそういう時にね断水した時になんかお風呂入れなくて気持ち悪いってなった時にウェットティッシュがあればね、あのー、体拭けますからはい体拭けますからね、えー、まあ介護用の大盤のもあるんですけどまあ,あウェットティッシュを10枚使って うのと、その介護用の大判の1枚使うのと、どっちが安上がりかっていう感じかな。10枚も使わないか。まあ、とりあえずね、あの、ウェットティッシュ系のは、あ準備しといた方がよろしいかと思います。はい、えー、まあ、いろいろありますんでね。はい、あと、まあ、あ ねえー、備蓄についてはその家庭家庭で備えるものも違ってきてると思うんでねやっぱちっちゃいお子さんがいる家庭はそれなりにね、えー、そういったものを準備しないといけませんしそうでないところはねもう大人だけのところはそういったものは必要ありませんしねまあいろいろあると思います。はい、えー、特にね小さい子供さんがいる家庭とかねペットちゃんがいる家庭はあウェットティッシュ系はあ ちょっとと多めに備蓄ししいいいた方がいいかもしれませんね赤ちゃんとかねあの目浴できないと大変ですからやっぱりそういう時にね少しでもきれいにしてあげられるようにねそういったウエットティッシュなんかを、えー、備蓄しとくといいかもしれませんね。 はい、えー、うちのねこういったあの猫ちゃんたちにもね、えー、目の周り拭いたりとかお,お尻を拭いたりとかね、えー、いろいろするのに結構あのー、使いますんでね、えーえー、なんで、えー、そういったものも合わせて備蓄していただけるといいんじゃないかと思っております。はいまあねーえー、まあ備蓄の話になっちゃいましたけど。 まあ今後ねいろいろとこういったあの何、ー、ていうのかな梱包資材とかあそういうものもね、えー、上がっていきますんで、えー、そういったことをね、まあ、物販なんかをご商売にしてらっしゃる方はあそういった梱包資材もねもう値上がりする前にある程度買っといた方がよろしいかと思います。はいえー、なんて言ってもね、えー、そういうところでね損するのもバカみたいなんでね。 はいなんで、えー、まあ値上がりする前に、えー、こういうものはある程度数を揃えておいた方がよろしいですねはい、えー、一応こちらの記事もぺったんこってどっかに貼っておきますので皆さん見に行ってくださいよろしくお願いいたしますはい、えー、毎日値上がりのお知らせがありますはいそれではまたごきげんよう沖縄おばばでした